皆さんこんにちは今日は西アジアの紛争こいつについて勉強してることにしましょうこちら見てください西アジアのどこでどんな理由で紛争が生じているのかってことを考えていきたいわけですが、えー、ヒントになるのはこれですね、えー、前回の講義で見た西アジアの宗教分布西アジアの言語民族の分布これを示した図 これをもとに、どこで、どんな理由で紛争が生じているのか、ちょっと考えてみてください。では、まず最初に、この地域の問題、紛争。えっと、聞いたときに、まず最初に多くの人がイメージする、こちらです。はい、パレスチナ問題について、見ていくことから、スタートしたいと思いますけれども。えパレスチナ問題ってのは、こちらの図を見てもらいましょう。 地中海の東岸に位置しているパレスチナと呼ばれる場所地域この地域で起こっている問題でありましてどんな問題が起こっているのかというと結論を言ってしまうとユダヤ民民族族とアラブ民族の衝突ここれが起こっているわけですなぜ両者が衝突することになっているかというともともとこのパレスチナの地にはユダヤ民族が居住していた。 と言わわれているわけです、ね、ところがあそう彼らはあ紀元前に世界中に離散していった、えー、そ,うそしてそのあとこのパレスチナの地には、ねまあ、アラブ民族の一派であるパレスチナ人と呼ばれる人々が、ね、居住することになったががが世界中に離散していってたユダヤ民族は、ね、そう世界各地どこでもマイノリティ少数派 ああだったからそうナチス・ドイツによるあの虐殺に代表されるう、まあ、弾圧差別迫害これを世界各地で怖める、ね、ことになってきた。ということを受けて彼ら,らユダヤ民族の間に、ね、そう民族国家の建設統一を求める動き運動をこれが高揚してきたこれがシオニズム。 え祖国復帰運動おと呼ばれてくるもの、ねえー、です。そしてそれを受けて第二次大戦後もともと先祖が住んでたと言われていたパレスチナの地に、ね、彼らユダヤ民族が、ねえー、民族国家、えー、です,すなわちイスラエルこの国をお作くる建国するこういうことをやってきた。 ねえー、わけです、ね、そしてそのイスラエルうの建国うがきっかけとなって何が起こったか、ね、そうおそこに住んでたパレスチナ人彼らが難民化する土地を割れてしまう,うことになった結果ねえよこせよこさない取った取られた、ねえー、という利害対立が両者あの間に一生して ね、そう中東戦争、中東紛争と呼ばれる、ね、ユダヤ民族とアラブ民族の間の対立があこの地域で引き起こされるうことになってきた、ねえー、わけです。そしてその対立のお結果、ね、何が起こっているうかというと今日は一番右足のこれです。ねえー、かなりの部分これがあ黄色くなられたイスラエル。 ユダヤ民族の支配する地域になっている中に一部黄色で塗られたそうガザ地区とかヨルダ川西岸地区のようなパレスチナ人の自治区こいつが存在しているがそうですねこのグレーに塗られた部分がイスラエルの占領地イスラエルの支配下にあってどんどん まあ、ユダヤ人、ユダヤ民族がああ入植していっている、ねえー、土地であることから分かるようにですね,ね、えー、ユダヤ民族かイスラエルがその勢力を拡大するそういう動き、えー、これを示している結果ああ両者の間に、ねねえー、対立これがああ引き続き主張するこんな状態状況になっているわけですこんな形でまとめときましたこちら見てくださいはい。 ねえーえー、紛争っていうのは文、ね、文化文明の衝突です異なる文化異なる文明こいつが接するところで、えーえー、どちらが強いか弱いか、ね、優勢か劣勢か、えーえー、こいつを巡って、えー、人間という生き物は対立を引き起こすわ、ねえー、けで、えー、ありましてパレスチナあ問題っていうのはそうおユダヤ民族というユダヤ教を信仰する文化文明 を持っている人間集団と、ねえー、パレスチナ人、えー、と呼ばれる、まあ、アラブ民族というイスラム教を信仰する文化文明を持っている集団の間に生じている衝突であるという理解をしておいてほしいと思います。<music> さあそれではあーさらに引き続いて、えー、この地域で起こっている問題もう一つ見ましょう。えー、こちらです見てください えクルド人問題、ねえー、と呼ばれてくるものでありますが、ね、そうですこの地域には、ね、クルド人、クルド民族と呼ばれる、ね、今日、ね、個、あ、か、のー、青を持たない民族として、ね、最も多くの人口数こいつを要していると言われる人々が供集しているわけです。どこここに教習していいるかというとうここ 黄色い車線、えー、が施された、ね、トルコの東部からシリアの北部イラクの北部さらにイランの西部、ねえー、などにかけてのこの国境地帯、ねえー、ここに、えー、住んでいる、ねえー、わけです。ですからあクルド人と呼ばれる人々はトルコでもシリアでもイラクでもイランでもマイノリティ少数派、ねえー、なわけです、ねえー。そして彼らが ね、少数派であるゆえに迫害、差別、弾圧されるうこの状態から脱却するために民族国家の建設これを求めてる、ねえー、わけですが、ね、そ,うそれをトルコ、シリア、イラクイラン等々の国々は、えー、リジェクトする、えー、拒否る、ねえー、ことをこれしているわけです。 ね、一体なぜかというと特にですね,ねあのイラク、ね、の北部のこのクルド人の居住する地域っていうのはイラクを代表する3地帯、ね、え石油の取れる場所こいつである、ねえー、わけです、ね、えそこのところがあ他の国の領土に変わるこれは何としてもお阻止をしたい、ねえーえー、わけです。ですかからどうなるか ね、そうおこのクルド民族うの民族国家建設の要求うっていうのはこれ断出されるうこんな状況をこうになってるわけです、ねえ。要するにこちらまとめました見てください。ね、そうおこの地域では分断、ね、民族であるうクルド人クルド民族 彼らの民族国家建設の要求と周りに住んでいるトルコ民族アラブ民族ペルシャ民族トルコや、ね、シリアさらにイラクのアラブ民族そしてイランのペルシャ民族の間に、ね、これ衝突が生ずることになっている。 ねえー、というわけですそんな形で、まあ、この地域、ねえー、イスラム教王とアラビア語王が広く信仰され使われてる、ね、禁止地域糖出地域ではない多様な特色糖質が観察される場所だからこの文化文明の衝突があっちでもこっちでも起こるこんな状況になってるわけです。 ははいでは西アジアで生じている問題の最後3番目、A、にこちらです見てくださいキプロス問題、ね、これを見ておくことにしましょう、ね、キプロス問題っていうのは地中海東部に浮かぶキプロス島どこだか分かりますかここ、ね A、です、ね、ここで生じている問題で、ね、どんな問題が起こっているかというとここではギリシャ系住民とトルコ系住民、A、です ね、あの両者のこれ対立が起こっている、ねえー、わけです、ね。ちょうどそのおー位置している地理的な条件、えー、から、ね、かつては、まあ、あギリシャ文明、ねえー、のおー支配下に入ってたその時に今ギリシャ系の人々がですね、えー、移り住んできた、ねえー、わけですが後にお隣のおトルコ。 これが例ああのオスマントルコの大帝国こいつを築くことになったあの時にトルコ系の人々もやってきた。 ねえー、結果あここお大体総人口の85%がギリシャ系の人々、えー、10%がトルコ系の人々という構成構室になった、ねえー、わけですそして、まあ、ギリシャ系の人々はキリスト教トルコ系の人々はです、ね、イスラム教、ねえー、こいつを信仰して、えー、いたわけですそして、まあ、両者は長い間共存共栄してきた、ねえー、わけですが ね、そうですね、あのー、ギリシャ、ねえー、本国との統一統一を目指す、まあ、あ考えをおした人々おが、えー、1974年クーデター、えー、を起こした、えー、そしてそれをお、まあ、阻止するためにここにトルコ軍が介入した結果、ねえー、両者の間あの文化文明の衝突、えー、ですね、えー、これが引き起こされ ねえーまあ、キプロフ紛争キプロス内戦なんて言われるんですけどもおその結果として、えー、ここは首都ニコシアという町ですけどもこいつを境として北部にトルコ系住民が居住する南部にギリシャ系住民が居住するう形で分断されることになった、ね、わけです。現在あの北部を見てみると総人口の99%がトルコ系住民です。イスラム教が優なな地域になる 対してキプロスとの南部は95%がギリシャ系住民で占められてくるキリスト教の優勢な地域になっていてねそうです2004年にこの南部のギリシャ系の人々の支配する地域は EU への加盟こいつを実現してねそうまあヨーロッパの一部 としての地位をね、えー、確立するうこういう状況をこう一層になってきてるね、えー、そういう理由でまあ,あ人によるところキプロスはヨーロッパの国の一つに区分するね、えー、ことなんかもあったりするね、えー、そういう場所おです中ですまとめておきましたこちら見てくださいそうです地中海部東部に浮かぶキプロス島ではそうギリシャ系の人々とトルコ系の人々 えー、キリスト教とイスラム教という2つの文化文明の間で衝突が起こるこんな形になっているという形で、えー、この地域のお、まあ、あ言語宗教民族その分布の特色こいつをきちっと頭の中に入れておけばどこでどんな紛争対立問題こいつが起こっているか、ね、簡単に理解することができますね。 さあそれでは今日勉強したことを問題として確認していきましょうこちら見てくださいそうしますとあいう3つの説明文でこの地域で生じている3種類の問題、ね、の特こいつが述べられている、ねえー、わけですそしてそのお問題が起こっている場所は地図上のどこかということですけどもあれから見ていこう、えー、地図に ABCDE5 つの地域が塗りつめされてきているわけですが ね、いいですね当然あクルド人の民族国家建設の要求を彼らが居住している各国が弾圧しているだから紛争が起こっているということですから当然クルド人が住んでいる場所ええクルディスタン、えー、とお呼ばれるところを選べばいいわけです。ね、ええ当然えクルド人はトルコ、えー、さらにいいシリア ねえー、さらにイラク、イランといったあ国々などに分断されてたた、ね、わけですからちょうどそれらの国々の公共地帯ここえ、えー、D です、えー、これが該当することになると言ってやればいいわけですで続けて今度 E、ねえー、見ていこう、えーねえー、そうすると、ねえーえー、ギリシャ系住民とトルコ系住民が居住している。 えー、が両者の間に利害対立が生じたために紛争が生じ現在は実質的な分断国家になっている、ねえー、とおあるわけですが、ね、当然、えー、ギリシャ人、ねえー、トルコ人っていうのは、えー、その大部分は当然トルコはここですね地中海と国家に挟まれた間、えーですね、心当たりに広く居住し、ねえーえー、ギリシャ人 っていうのは、ヨーロッパの。一番東なしの、まあ、バルカン半島。ね、ええー、この辺りに居住している。ね、わけです。だから、そこから遠く離れた、例えば、C のようなところに利用者が、で、居住する。わけはなくて、もちろん、A で、示された。ね、そう、おうこれ、えー、キプロスと。 ええー、のを話だぜ、えっと考えればいい、ねえー、わけです、ね。そしてその次今度「う」見てみよう。そうするとユダヤ民族がえ、えー、民族国家を建設した際そこに居住していたアラブ系の民族彼らが難民化したことを契機に紛争が生じている、ねえー、とおいうことで、ねええー、ユダヤあ民族が民族国家。 なんつ名前だ。そうイスラエルを。を建設したねえー、わけです。えー、どこにいい作ったかというとパレスチナと呼ばれる、えー、地中海の、えー、東岸地域に作ったということではいえー、これは B えー、こいつである。 ね、えと判断していればああういいわけです、ね、参考まで言うことです、ねえー、C、e、で示されたところは、まあ、アラビア半島を長靴と見立てるとちょうどそのかかとをに相当するこ位置するこれイエメン、えー、でありまして、ね、ここのところでは最近、まあ、イスラム原理主義勢力 まあ、アラビア半島のアルカイダ、ねえー、なんて名乗ったり彼らするわけですけどもおこいつが台頭している、ねえー、のが問題になっているしいこれは実を言うと、ね、ロシアの国土の最南部に位置しているえチェチェンと呼ばれる場所。 こいつでありましてチェチェン紛争と呼ばれてくるこの地域の自治権の拡大やブリン独立を目指すこの地域で優勢なイスラム教勢力中でもイスラム過激派勢力とそれを抑えようとするロシア政府ロシア人キリスト教徒の間の衝突が起こっている場所だということも確認しておきましょう。 さあそれでは最後に今日の講義の要点ポイントをまとめておきましょう。こちら見てくださいそうしますと西アジアで起こっている紛争すなわち西アジアで生じている文化文明の衝突でありますが、ね、大事なんですが3つあった。 でしょ一つがパレスチナ問題、ねえー、と呼ばれてくる地中海東岸のパレスチナと呼ばれる場所で起こっているユダヤ民族というユダヤ教を信仰する人々と、えー、パレスチナ人、えー、と呼ばれるアラブ民族イスラム教を信仰する人々ですの間の文化文明の衝突そしてもう一つがクルド人問題と呼ばれる、ねまあ、クルディスタンと称されるトルコイランイラクシリア あの国境付近で起こっているクルド人とトルコ人ペルシア人アラブ人という未族の間の文化文化明の衝突ですねそして3番目がキプロス問題という地中海動岸のキプロス島で起こっているギリシャ系の人々とトルコ系の人々すなわちキリスト教とイスラム教の文化文明の衝突でしたね。 えでキプロスはその結果、ねえー、この島の北部にトルコ系南部にギリシャ系の人々があ居住する分断国家状態に陥っているなんてことも合わせて頭の中に入れておいてほしいと思います。